メキャベツのズッキーニクリームソースがけ。メキャベツのズッキーニクリームソースがけは人気の野菜料理です。二つの材料を組み合わせることで栄養価が高く風味豊かな組み合わせとなります。家族みんなが喜ぶ美味しくて栄養価が高い料理の一つにメキャベツのズッキーニクリームソースがけがあります。 風味豊かで、非常に健康的でもあります。メキャベツのズッキーニクリームソースがけ。材料、メキャベツ、2ポンド、約900グラム、ズッキーニ、大2本、またハクルジェット、牛乳、2カップ、クリーム、大さじ5、エクストラバージンオリーブオイル、大さじ、塩コショウ、お好みで、水、必要なだけ、作り方、ズッキーニを洗い、 皮を剥いたら、みじん切りにします。芽キャベツを洗います。茎の硬い部分及び外側の葉を取り除きます。再び洗い、水を切ったら、置いておきます。十分な水にみじん切りにしたズッキーニと塩ひとつまみを加え、柔らかくなるまで茹でます。茹で終わったら、茹で汁少々とズッキーニをミキサーにかけます。 ミキサーにかける前に粗熱を取ってください。脇に置いておきます。別の鍋に十分な水を入れます。芽キャベツがかぶるくらい水が沸騰したら、芽キャベツと塩とつ紙を加え、10分間茹でます。牛乳を弱火で温め、茹でた芽キャベツを加えて、さらに20分間煮ます。 さらにズッキーニも加えます。鍋を火からおろし、クリームとオリーブオイルを加えます。お好みで味付けをし、すべての材料がよく混ざるまでかき混ぜます。塩コショウで味を調節します。温かいうちにお召し上がりください。メキャベツのクリームがけ材料、メキャベツ、2ポンド、約900グラム、牛乳、 コップ2杯1分、クリーム、コップ1月2日杯分。バター、大さじ2、水、芽キャベツがかぶるくらいの量、塩コショウ、お好みで、作り方、芽キャベツを洗います。茎の硬い部分及び外側の葉を取り除きます。再び洗い、水を切ったら、置いておきます。鍋に水と塩一つ紙を加え、 沸騰させます。芽キャベツを加え、10分間または柔らかくなるまで茹でます。水を切ったら、脇に置いておきます。鍋に牛乳を温め、沸騰したら芽キャベツを加え、火を弱めます。絶えずかき混ぜながら、芽キャベツが柔らかく、崩れない程度まで煮ます。ここでバター、クリーム、塩ョウを加え、 すべてを混ぜます。バターが完全に溶けたら、火からおろします。再度沸騰させないようにしましょう。温かいうちにお召し上がりください。メキャベツの玉ねぎとニンニクのクリームがけ。このレシピは、メキャベツのズッキーニクリームソースがけのアレンジ版です。ズッキーニの代わりに、 玉ねぎとニンニクを使います。とても美味しいので、子供もお代わりしてくれるかもしれません。材料、目キャベツ、2ポンド、約900グラム、ニンニク、1ペン、液体クリーム、1カップ、玉ねぎ、中1個、オリーブオイル、大さじ、塩コショウ、お好みで、準備、目キャベツを洗います。 茎の硬い部分及び外側の葉を取り除きます。再度洗い、水を切ったら、置いておきます。鍋に芽キャベツを入れ、芽キャベツがかぶるくらいの水と塩ひとつ紙を加えます。アルデンテになるまで、芽キャベツを15フタじ分間茹でます。水を切り、お好みで味付けします。茹で汁は取っておきましょう。 玉ねぎを薄切りにします。にんにくはみじん切りにします。鍋にオリーブオイルをひき、ニンニクと玉ねぎを約10分間、または焦がな金色になるまで炒めます。焦げないように気をつけましょう。火を弱め、クリームを加えます。クリームが滑らかになるまで、5分間かき混ぜます。鍋に芽、ね、キャベツを加え、 数分間すべての材料を混ぜます。崩さないように気をつけましょう。もしソースが濃すぎる場合には、茹で汁を少々加え薄めます。お召し上がりください。ぜひ、この美味しい芽キャベツのズッキーニクリームソースがけを試してみてください。ご覧いただいたように、可能性は無限大です。